ナンバーワン、ワイ、田川かける。ナンバーツー、ブラック、長谷田翔。ナンバーツー、ウェッド、山本健也。Number four, blue, Shichi Toshio. Number five, yellow, Kanayama Eiji. Number six, green, Kawamura Masaki.予選連勝、無傷の2連勝で準決勝に上がってきました。マックスパワーをね、どのタイミングで出してくるのか、マックスパワー川村選手、楽しみですね。さあ、スタートポジションについた選手たち、戦う前の男たちの表情です。さあ、選手にパワーを送っていきましょう。レッツゴー。さあ、皆さん、クラッパーを使って一緒にクラップ。 PSD に負けないように元気よくクラップクラップ。準決勝 A、 まもなくスタートです。準決勝 A、 今スタートしました。それでは改めてスタートポジション順に選手をご紹介していきましょう。まずは先導するペーサーの後ろ、先頭を走るのは5番イエロー金山英二、そしてその後ろには4番ブルー湿地俊夫、3番レッド山本健也、2番ブラック長谷部翔、そして6番グリーン川村正明、1番ホワイト田川翔が最後方に位置しています。さあ、この準決勝の戦い方、再度お知らせいたします。2位以内に入りますと、今日のナイトに行われる決勝レースに出場することができます。どんだけ僅差でも3位だとその決勝に進むことができません。2位以内に入ることがとても重要なレースだと言えます。さあ、依然として選手たちスタートポジションのまま一直線でレースを進めていきます。さあ、どの選手が最初に仕掛けてくるのか、最後にはどれぐらいのスピードでね、駆け抜けていくのか、そういったところにも注目していきましょう。さあ、ここでペーサーが外れてレースが加速します。ペダル1。さあ、後方から上がってくるのは2番ブラック長谷部翔、それについていくように1番ホワイト田川翔、その後ろには3番レッドの山本健也がいる。さあ、依然として先頭は2番ブラック長谷部翔、外側から一気に来たのは3番レッドの山本。さあ、それに続くように4番ブルーのシッチもついていく。さあ、シッチがトップに行こうかというところ。さあ、4番ブルーのシッチがここでトップに躍り出た。その後ろには3番レッドの山本、ここでファイナルラップ。4番ブルーのシッチ、そしてその後ろには1番ホワイト田川、その後ろには5番イエローの金山。さあ、依然としてトップは4番ブルーのシッチ、その後ろには1番ホワイト田川、最後のストレート、今ここでフィニッシュ。ナンバーフォーブルーシッチタシオ。さあ、逃げるシッチ、そして追う田川、その後ろには5番の金山選手の姿もありますが、最終コーナー過ぎたあたり、最後の直線まで4番ブルーのシッチ選手が逃げ切ったかのように見えましたが、さあ、画角を変えて上からの映像をご覧ください。いや、僅差ですね。この1番田川選手の猛追も素晴らしかったんですが、準決勝 A 第1位はナンバーフォーブルーシッチ俊夫選手、第2位ナンバーワンホワイト田川翔選手、第3位ナンバーファイブイエロー金山英二選手、
さあ今節初の1位です。おめでとうございます。ありがとうございます。声援、大きな声援ありがとうございました。ありがとうございました。今のお気持ちをお聞かせください。そうですね、ピスト6参戦して準決勝で1着というのは初めてなので、まあ、声援がとても力になりました。やっぱりティップスタードームにたくさんのお客さんが入っていると湧いてくる力というのは違ってきますか？そうですね、やっぱりお客さんの声援というのはとても力になります。ありがとうございます。さあそして今回のレースどういったプランで戦おうと入ったんでしょうか？あんまりこうプランというのも、まあ、思いつかなくて、まあ、チャンスがあるところで仕掛けるという感じでした。展開を見ながらということですね。そうですね。なるほど。そして50歳という年なんですけれども、このお客さんの中にももう50歳付近の方たくさんいらっしゃると思います。シッチ選手を見てたくさん勇気はもらっていると思います。同世代の皆さんに向けて一言お願いいたします。そうですね、自分の走りが力になったかなと思います。なんかそれでお願いします。ありがとうございます。それでは決勝に向けて一言お願いいたします。そうですね、ピスト6でこの自転車競技の、まあ、スピードと、まあ、なんかこの湧き上がるものを現場で体感してもらって、子供さんとかもたくさんの方がこう自転車競技を始めてくれる、そして競輪選手になってもらえるというのがとても自分の中には、はい、気持ちとしてあります。ありがとうございます。それでは改めてシッチ・トシオ選手おめでとうございます。コングラチュレーションズ。ありがとうございました。